皆様こんにちは。早速ではございますが、いつもの行きたいと思います。では感じには負けられない、闘志込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森岡ゼブラ。感じには負けられない、闘志込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森岡ゼブラ。本日南公園初めてございますので行きたいと思います。おいおい、朝日さす岩手の絶賛の若駒の声もさやかに、明け渡る自由の光、あーこの土よ我らの都、森岡は森岡は今日も明けゆく、森岡ゼブラ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 。そして04のビハインドでございますが、なんとか一周ついてグルージャさんへのねアシストも決めたいと思います。ゼブラの勇者いきます。ほいほいほい、たとえ嵐が吹こうとも、雨にも風にも負けないで、日のもと道のく森岡に、その名を轟かせてゼブラの勇者。さあ今こそ胸を張り戦え戦え、ゼブラの勇者。はい、もう一度向かい風いきます。はい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 、感じには負けられない、闘志込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森岡ゼブラ。感じには負けられない、闘志込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森岡ゼブラ。森岡ゼブラ、森
にあたりまして、新潟オリーブチェアマン、藤原守より開会宣言です。おい、ラグビーに媚びてるか、こら！はい、ありがとうございました。それではこの後試合に移ります。試合の選手はグラウンドに残ってください。その後チームの皆様、はい、またご退場。あっちのね、裏口が何、ここ開けてよ、ここ開けてよって感じですけど、ちょっと写真撮ってもらっていいですか。はい、あ、じゃあ、じゃあ後で行きます。はい、後ろから撮ってもらう、あの、や、あれ何山なんですか。岩手山。岩手山、あれが岩手山。あれがガンジュなんですか。そう、ガンジュ。ネットに上げていいですか、この写真。 OK。 あれがガンジュ、ありがとうございます。ガンジュ、あれがガンジュ。はい、よし、いざ岩川一回、ミノル、ミノル、ミノル、オカム、はい、ミノル、よし、ミノル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 、はい、チャンス、チャンス、チャンスだ、大ゼブラ、さあゴールを決めてくれ、チャンス、チャンス、チャンスだ、大ゼブラ、今日の勝利を信じて、チャンス、チャンス、チャンスだ、オーゼブラ、さあゴールを決めてくれ。ナディタ、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 よし、かい、あー、ひろし、あー、惜しい、ひろし、ひろし、ひろし、なりた、なりた、なりた、やったー。改めまして、ご挨拶申し上げます。上山智也、
康平、ひろし、ひろし、ひろし。この後11時10分より北上浜プレイズラガーなり芝本プレッシャーを行います。この試合のレビューは関東協会長竹川学部、秋田プレビュー芝野選手、吉田正幸、田村陽一、以上の皆さんです。風に立ち向かえ森岡ゼブラ。あのね、渋旅のね、あの町内会の班長を福岡にやってたっていうからお手伝い。班長なの？なるほど。班長なの？なんでゆうべなの？ゼブラなの？なんでゆうべなの？ゼブラ、ゼブラ。ゼブラ。そうなのよ。おお。はい、はい、俺と喧嘩中なのよ。俺と喧嘩中、斉藤さん。なんかそうね、イチャンで俺と喧嘩中ってなってたんだけど。はい、どうぞ。はい、すごい。あだ。アップしてる？アップする？アップしてる？はい。おお。お伝えできないんだよ。スダ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 。工学のために聞きたいんですけど、何を見ようってですか。まあこれは試合の流れとか。何をメモってるか見ればいいんじゃない。何語で。何語。いや、日本語ですよ。嘘。渋民語。違う、渋民語ってよ。渋民語だったらエスペラント語なわけねえだろ。やはり日本語です。ボケたもんね、はい、エスペラント語をバカにすんな。あれ宮沢賢治が提唱したんだ。何もバカにしてないですよ。あれがガンジュさんってこと、岩手さん。あ、だからガンジュ。そう。ね、これユーストしてんの？ユースト出してない。これはあの YouTube に上げるものの元動画。なるほど。はい、よし。おお、結構る。おおけっこる、おおけっこる、決めてくれ。おおけっこる、おおけっこる、おおけっこる、決めてくれ。おおけっこる、おおけっこる。
おーけゴール決めてくれ、おーけゴール、おーけゴール、おーけゴール決めてくれ、おーけゴール、おーけゴール、おーけゴール、決めてくれ。いいんですか、応援しなくて。いや、一応中島行くか。中島ゴーヘイゴールを決めろよ。中島、あれ、嵐の素顔、工藤静香の。おー俺、80年代が多いですからね。何年生まれなんですか。小笠原光雄と同い年。俺より年下なんだ。そうです。そうですね、知ってんだけど。あのゴールデンエイジですがって。はい。あれどこの業者で作った。あれはね、うん、バンテックっていう楽天にも見せ出している弾幕業者。いくらぐらいなんですか。あれでね3万4万結構高いんだ。あー惜しい。今ピンチだったね。何を聞いてんすか。いや、俺のね、集めたね、競馬だろ、俺の集めた音楽集みたいなもの。え、なんで今応援中に邪魔じゃないですか。そうです。そう、だからこれ。ごめん、今取り忘れたね。なんかね、はい、公安になんかこうなん職務質問とか受けるでしょ。受けない。いや、受けた覚えはない。っていうか俺は多分ね、忘れるたち。結構受ける。いや、東京とか来たら多分絶対受けますよ。いや、東京で職質は前から受けますよ。いや、意外と静かだもんね。太鼓買ったんじゃないですか。あれね、あれは確か富山のね、富山新庄のサポーターにね、ちょっとね、譲ったまん、お譲りしてしまった。お譲りしちゃったんだ。はい、変わった方がいいっすよ。はい、うん、軽音。はい、これ、真ん中の人だ、あれ。真ん中がゆいちゃん、ゆい、みよ、むぎ、あつむぎ、りつ。なるほど、はい。あの、あずさいないバージョン。うん、あずさが誰だか知ってる。はい。おい、その動画撮るかな。はい、感情には負けられない、閉じ込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森岡ゼブラ。感情には負けられない。ケータ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 。あ、今コパカバーナコデラのねシュートだったんですけど、コパカバーナって何ですか。あのコデラのちゃんとに、うん、あのバニーマニオのコパカバーナってのね名曲ですよ、あのラテンの名曲。ではじゃあそれ一曲どうぞ。あ、ちょっとゼブラサポの立場でこういうふうに。ゼブラサポ、あ、歌わない、歌えないんだ。あ、相手だ、歌、あいつだからって言うけど、まあ一応ちょっと覚えて。コデラ、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 ユウキ、ラララララララ、コデラ、コデラ、ユウキ、ララ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 ラ。あれ、あのエロゲームやってちょうだい。あれは森川優太、うん、はい、小声でいいから。あ、はい、え、これチャンスです、チャンス、はい、チャンス、あ、チャンスだ、はい、チャンス、チャンス、チャンスだ、おーゼブラ、さあ、ゴールを決めてくれ。あ、出た、お母頼むよ、お母村、お母村、お母村、岡村。おい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 、あい、これあれいいな、ダダンダンダダン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 、もう日を稼いぶらダンダンダン、ヘイ、ダン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 、もう日を稼いぶら
えい、周りを固めぶら、えい、えい、周りを固めぶら。最後買った方がいいですよ。はい。はい。はい、じゃなくて給付金とかでもらえるんだよ。おいおいおい。NPO 法人じゃないですか。IRB って。宗教法人。宗教法人。違うわ。あ、宗教法人なんだやっぱ。宗教法人。違うわ。俺が医者免許持ってるわけないじゃん。あ、誰か患者患者患者。患者と言うな。あ、患者に交代あり。はい。はい。患者だけに。これダメなの？手すりダメなの？手すりダメってあるだろ。前はダメだったの。うん、うん、だって IRV 三蔵こうゲーブラっぽくこう上にね、これで3万とかすんの？たっけえな。これ3、4万だな。これ業者もさ、何ですかって聞かない。掘りすぎ。あ、26と8、はい、26と8。あ、中谷が下がるか。でこれいつ、もうすでにもう汚いんだよ。いやー、そりゃ数年前のもんだから。数年前のもん。あれ IRV ってやつは？あのー、ちょっと押し入れの奥。ああ、そう。ちなみにこれ何色なの？これ何の色？これはブルーはね、うん、あの昔のゼブラの、あのロイヤルブルー。うん、ブルーパクられると困るんだけど。いや、でもね、ブルー、ゼブラいいじゃん、黒と白で。黒と白じゃない。おお、うん、まあ、応援邪魔しちゃったね。選手と交代。あ、すごい、これ何これ。昨日と入った今。知らねえ。あ、入ってるね。11番斉藤オツです。オツです。あと石本か。え、君のこと？違う。斉藤オツ。斉藤さんもでもそうだな。うん。うん。そろそろ更新育てないとやばいんじゃない？うん、そうです。ないんです。そうです。2代目は IRV はいないんです。いやー、2代目がいるくらいならさ、やっぱりね、ゼブグル合併してね。鹿谷弥生ちゃん。鹿谷弥生、鹿バンビオ石垣ミュージックフェスタ、フェスティバル呼ぼうなんてね、あの、盛岡でやるやつあるし。知ってるよ。あれで鹿バンビ呼ぼうってね、一人でやってるんですけどね。42番負けられない。押し込めて戦え、向かい風に立つ。ユナイテッドが怒ってるの、なんかプリメイロがパクった。プリメイロがパクったっつって。え、でも IRV さんのリスペクトでやってるの？リスペクト、そう、オマージュでやってるっていうことで、なんかちょっと動画上げてもらえるかな。うん、そう、許可得てます。許可得てます、はい、許可してますって言ってください。いや、すいません。あの、今のですね、プリメイロのサポーターいるんですけどね、はい、実はあの、プリメイロの、あの、で、僕のあの家の向かい風、うん、あれはですね、うん、あの僕からね直接許可得てやっている、うん、オマージュなので、すいません、ありがとうございます。本当にね、他のユナイテッドサポさんとかも、うん、その辺ご理解いただければと、はい、ありがとうございます、うん、まあ、ありがとうございます、はい、はい、では早速感じに移りましょうか。はい、はい、じゃあ行き、はい、感じには負けられない、押し込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森岡ゼブラ。はい、お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 い、プリメロのやつやっていいっすよ。まあ、手には負けられないか。あるか、でもうちらは。そうだよ、なんか好きなのやっていいっすよ。ないじゃん。レレ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 、人の話聞いてないから覚えてないっすよ。いや、なんだ、プリメロのやつ、あれ、運命は運命は俺たちに言ってやれ、やって、あれ、あれ一回、はい、あれって言うけど、あの一人でほら女の方がやってたの聞いてたんですけど、デカンジュ戦で、はい、あれちょっと忘れたな。ダメやね。いいです、いいです、それでいい、それでいい、それでいい。あの、あえての応援なんて聞かないってのはウルトラの姿勢ですから、はい、そうですよ、はい、おお、はい、はい、おい、きっかけやね、ごめんなさい、きっかけ、はい、はい、みんな息が合わない、はい、こっちのか、輝けゼブラか、輝けゼブラ、あの、輝けガールズ、これか、軽音の一期のやつ、ラララララララ森岡ゼブラ、俺たちの森岡ゼブラ、ラララララララ森岡ゼブラ。大文字は次にやっとかないですか？いや、まだまだスーパー大文字やな、今日。じゃあ、
やー、男児5点目か。5点取った。でもまあ、試合になってるんじゃないですか。うわー、やられた。おめえが早く来ねえからだよ、こんな。すいません。あ、じゃあもうね、時期もうすぐね、あと1ヶ月なんで、着々うまくいきますか。はい。おねえ、V、はい、これやって、これゼブラを負けないってやつ、はい、じゃあ、ありがとうございます。また後で、はい、お願いします。第2試合は見て入れされますか。あー、第2試合、いやー、興味ないです。いや、そういうわけじゃないですけど、でもね、予定がちょっと今日はね、マジ班長だもんな。仕事と、そのね、班長のお仕事の後で、だから朝飯、朝飯。え、班員はな、班員はいるんですか。いますよ、あの文字、あの、てか班っていうか、地域のね、だからいるの？俺のお住まいの、います。お住まいの、自分でお住まいって言う。お住まいどちらなんですか？あの、渋民ってとこです。あ、渋民なんですか？え、範囲は今日何人ぐらいですか？結構来るの？渋民有名だ。いや、渋民の、だからその班の廃品回収ですから。IRV っていうわけじゃなくて、その、地域のね、そういう。IRV、でも小さい IRV がいるのね、じゃあ。おいおいおい。手下がいるんだね。そういうことではない。あの、廃品回収活動をやってるという。今日はそれを抜け出してきたわけだ。抜け出したんじゃない。何？廃品回収、それ公になってます。個人的にやってるんだよ。個人じゃなくて、その班でやってんの。あの地域の。マジで、ほんまじで。じゃあ、また後で。また会いましょう。はい、はい、こんにちは。はい、さようなら。どうも、ありがとう。どうも。はい、ではこれやって、これこれ、さあ、立ち上がれ、どんな時もみんながいる限りゼブラは負けない。さあ頑張ろう、一つになってみんなで集まろう、ゼブラと共に。さあ立ち上がれ、どんな時もみんながいる限りゼブラは負けない。さあ頑張ろう、一つになってみんなで集まろう、ゼブラと共に。